新オーナーの広田達也です。新のスタイリスト佐久間絵里子です。こだわりは何ですか？それこそ最近2ヶ月前までそれこそ根元だけアルカリ使ったりとか、まあ、アルカリ使わないのは2人の共通 の, あのこだわりだけど、まあ、なんかポイントでアルカリ使ったりとかってやっぱりしてて、なんかその強い癖に関してアルカリ、そうじゃないところには酸性って使い分けてたけど、結局あの根元のアルカリと毛先の酸性のタイムラグっていうところの調整が絶対できなかったから、まあ、どれだけ強い癖でも酸性で伸ばすように、どちらかというと最近俺の中でのこだわりってあのブローとアイロンの技術、だいたい配合ブレンドに関してはもう2人ともほとんど一緒だから、そこでのやっぱりこうより差を生み出すってなった時に、あのどれだけそこの技術力でカバーできるか差をつけれるかってところだと思うから、どこのセクションからブローを入れてどこのセクションからアイロンを入れてっていうのを最初のウェットからドライの時点での、薬を塗布する前のどこが一番早く乾いてどこが乾きづらいかっていうところをある程度把握をした上で、そこの一番乾きやすいところからブローアイロン、ブローアイロンっていうところを組み立てていく。で、かつあのアイロンのプレス、アイロン入れていく中でのプレポンドの下がり具合っていうところも一応ある程度こう計算に入れて、プレートの温度が170度に下がったところを狙って、乾きやすいところをアイロン入れるとか、温度でのムラを作らない、温度が低くなって160度台で伸ばしちゃうと絶対癖伸びないところっていうのが角ができちゃったりするから、もうあの質感以上にやっぱり癖をきれいに伸ばすっていう意味でプレート温度っていうところの均一感、最近はそこのムラを絶対なくさないってところは特にこだわってて、最初のドライの時点でどこが水分を飛びやすいのか、逆にどこが水分が残ってるのか、もう特に毛先とかの方が残りやすいので、薬剤とかした後のアイロンの時にフロントから行くのかバックから行くのかもお客様で違いますし、そういった水分量のバランスを苦戦をしてるんですけど、ちょっともっとこだわっていけたらなと思います。最近あの紙質改善トリートメントがこれだけ流行してて、だからその紙質を変えたいっていうオーダーが、おしゃれな髪型髪色にしたいよりも綺麗な紙質にしたいっていう人の方が圧倒的に増えてて、ニーズもかなりこうレベルが上がってるなっていうのを感じてて、癖が伸びれば OK なんてお客さん今ほとんどいなくて、癖が伸びても痛むんだったらやりたくないしっていうお客さんが増えてるから、その中でやっぱり求められてるって考えると、極力そのダメージ感を感じさせない、かつ癖を伸ばせるっていうのはもう最低条件、その中でどれだけのツヤがあってどれだけ柔らかくなって自分の理想の髪質、まあ、世代にもよるけど、あの理想の髪質を持ってる理想の女性像って結構韓国人女性だったりとか、あの柔らかくて本当絹みたいな、ああいう髪質を求めてる人たちって、ね、すごく世代問わず増えてきてるから、やっぱ太い髪質の人は特に細く柔らかく、あのしなやかな髪質になりたい。でも髪質改善トリートメントはそれを叶えてくれないから、なんか今のお客さんがやってる中でのニーズを考えると、その髪質改善トリートメントの仕上がりを宿毛矯正で作って、かつあの髪質改善トリートメントのアイロンを通した後のあの仕上がりを自分で科学者だけで作れないといけない、それが極力も持たないといけないっていう、結構もう全部の要素が今の宿毛矯正って求められてるのはすごく感じてるから、で逆になんか今もうダメージが複雑化しすぎちゃってて、もう断られるお客さんが増えすぎちゃってる。宿毛矯正ハイライト入ってる、定期的に髪質改善トリートメントやってる、矯正履歴の部分がすごい広がっちゃってる、お客様の髪質のダメージがもう難しすぎて対応しきれる美容師さんがほとんどいない状態だから、それを叶えてくれる美容師さんを多分探してるのかなっていう。縦で植毛矯正をかけてきたけどっていうお客様が多いじゃないですか、うん、でもやっぱりダメージするから髪が硬くなるからとか、シャキンってなるでしょっていう、もうイメージがついちゃってるじゃないですか、宿毛矯正イコールみたいな、そのイメージを払拭したいなっていうのも、ダメージがすごい
履歴が複雑だからな、そのニーズに対応できる酸性ストレートを扱ってるっていうのはすごいこれから需要が高いんじゃないかなと思ってますね。まあ、ただ来年ぐらいには多分もう増えてくると思うから、うん、酸性ストレートをやってくれる美容師さんを探すお客さんで、うん、多分それが髪質改善トリートメント、サンストリートメントで改善しきれなくて、むしろすごく髪が傷んじゃった人たちが、どん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 そこの多分ニーズのところに流れてくるはずだから、そのサンセストリートも全部、どの髪質でもどの髪質に対応できるって考えると、来年ぐらいにはどんどんニーズは高くなるだろうから、でもちろんの課題はどうそれを伝えていくかと思う。お客さんとかまだ賛成ストレートを知らない、仕組み教室やったことないけど、うん、やってみたいかもしれないっていうまだ目覚めてないお客さんに、うん、やっぱり目覚めさせるためのアプローチをうちらがやっぱり次のステップで考えないといけないと思ってるから、ニーズをもっと広げていきたいっておっしゃったんですけど、うん、今後どうやって広げていこうかとか、日々その中では考えていますか、うん、どうやって広げていこうかとか、日々その中では考えていますか。なんかそのやっぱり各メディア、インスタ、ツイッター、YouTube とか、やっぱ各メディアに根付いてる層っているから、やっぱりその各メディアの良さを使ったあの伝え方は絶対しようと思ってて、だからインスタであれば写真とキャッチコピーで興味を持たせるインスタの伝え方と、まあ、YouTube に関してはもうどれだけあの技術の中身を見せれるかだと思うから、もう惜しみなく動画でしっかりと伝える。まあ、ツイッターに関してはまあそれその YouTube をあの拡散するためのツールだと思うから、まあ、とにかくそのインスタと YouTube であの使い分けをしっかりした上で、まあでもほぼ YouTube だったよね。あのたまたま見つけたものがめちゃめちゃ良かった時ってすごいなんか人に自慢したくなると思うんだよ。見つけたって。そうそうそう。それこそなんかストーリーの広告とかでもたまたま流れてきたものがめちゃめちゃ自分にとって欲しい情報だった時に、ありがとうグーグー先生と思う、うん、よく分かってるな自分のこと、まあ、YouTube の、 あのおすすめ欄に見るんだけど、まあ、よくできてるからやっぱり、だそれのたまたま出てきたたまたまをどんだけ作り込んであげれるかかなって思ってるから、うん、そこのコンテンツ作りをしたいなと思って、うん、お客さんにとってのラッキー、自慢したいって思うラッキーの方が人は絶対に動く、結構突発的に予約したいと思うから、そういう時って美容師さんが美容師さんに対して、うん、技術を教える YouTube とかだったじゃないですか、うん、宿毛矯正に関しても工程を見てもお客さんもちょっとわけわからないみたいな感じで思うから、やる意味あるのかなと思ってたんですよ、うん、アシスタントの時は工程とかを取ってもお客さんわからないんじゃないかなとか思ってたんですけど、今の人たちは何をされてるかとかを結構細かく知りたいから、きっとそうのかなって思いますし、だからそのインスタの写真とかもそうだし、これは本当なのかっていうところを疑って見てるんだよね。もう見てる人たちのもうあの目が肥えてるから、この動画に関してもそうだし、本当なのかなっていう基本的にもう疑いから入るから、なんかやっぱりそこに対して本物をどれだけ見せつけれるか、うん、今って特にコロナがあってやっぱりお金の使い方ってすごくみんなシビアだから、うん、もうどれだけお金を使った時に自分に見返りがあるか、お金の使い方ってすごく考えてるはずだから、うん、だから多分そこのこのものに対してこんだけお金を使ってもこれだったら損はないだろうなって多分自分の中ですごく何回も考えて考えて物を買うはずだから、美容だけじゃなくそこの買ったものに対してどれだけ自己肯定感があるかだと思うから、まあそうなってくるとやっぱり中身をどんだけ充実してるか、安心材料だと思うし、安心を買うってことだと思うから、50代になった時にで、そうなった時にどの時代でもどの世代にもどのエリアでもできる技術ってカットと宿毛矯正しかないなんていう、やっぱりいろいろ考えた時にやっぱりそこに行き着いて、普遍的だし宿毛矯正ってどの時代にも宿毛矯正だけは変わらない、パーマとかカラーとかメイクとかは流
流行りでどん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 左右するから常にこう流行を追い求めてないといけないし、そうなった時に美容師のいわゆるこう寿命が40歳って言われるのって多分流行りが原因だから、いやその流行りにこう左右されないものってなるとやっぱりベーシック的なカットか圧倒的な縮毛矯正の技術と理論でしかないし、まあ、何よりも日本人の7割以上がクセ毛に悩んでいる、でできる美容師さんが少ないってなったらもう正直もうここしかない、だから23歳ぐらいの時から縮毛矯正の理論をとにかく勉強しまくって、時間がかかるのが分かってたから、最初にそのボブのブランディングをしてそこで別口でお客さんを掴んでみながら同時進行で縮毛矯正の理論を学んで、自分が年取った時にも縮毛矯正ってやっぱり年齢重ねれば重ねるほど職人的な要素だから、25歳のやる縮毛矯正よりも35歳40歳のやる縮毛矯正の方がなんかうまそうってやっぱりお願いする人は思うと思うから、若手の人よりもキャリアある人にお願いしたいものって多分カットよりもどちらかというともしかして縮毛矯正の方がやっぱりキャリアに対しての安心材料ってあると思ってるから、だったらやっぱり早いうちからそこを極めながら縮毛矯正に対してのやっぱり価値になると思ってるから、だからそこのなんか価値が上がるものって個人的にも唯一縮毛矯正しかないっていうところを20代半ばぐらいに思って、だそれがきっかけでだんだん年々強く長くなってるとか、まあ、いろんな要素もあるし、まあ、正直癖毛の人ってどのタイミングでも癖は気になってるって考えたら、まあ長いこと生き続けれる美容師として、まあ、ボブをお客さんばっかりいろいろやってた時って伝えづらいというか、別に俺の着るボブって言うなら俺じゃなくてもいいわけよ、あの形になればいいわけ、お客さんはあの写真を持って行っていわゆる他の美容師さんでも似たような形で作れるわけよ、日のボブって名前つけてたけど、まあ、あれもな分かりやすいブランドを作ってただけで言うなら普通のボブだったし、でも縮毛矯正って理論と技術を構築したら1番弟子2番弟子伝えれる、で同じものを作れる、縮毛矯正は誰がやってもしっかりとその理論のテンプレを伝えれば誰がやっても同じ仕上がりになれるって考えたら、やっぱりそこのビジネス的な展開をしやすくなるのが縮毛矯正だった。メイクもともと好きだったし撮影も楽しかったし、で営業に関しては日野さんのアシスタントにするからやっぱり縮毛矯正をメインでやってて、もともと自分もすごい癖毛だったので美容師になったきっかけも私自身が縮毛矯正かけてもらってだったので、デビューしてからもメイクの方でいくか縮毛矯正でいくか同時進行していくかって思ったんですけど、同時進行はできないと思って、やっぱりメイクはなんかやりたい子は多分いっぱいいると思うんですけど、すぐ収益化するとかメニュー化するのはやっぱり時間がかかるし難しいし、でも縮毛矯正が今どんどん需要が高まっていくのが感じてたので、そこは一旦メイクを捨てて縮毛矯正でやっていこうと思ったし、きっかけも縮毛矯正だったので美容師になったきっかけが、なんか同じ悩みの人を美容師として助けられるのはすごいちっちゃい時からやりたかったことだったので、今はもう自信を持ってそっちをやりたいって思ってますね。23歳から勉強し始めたと思うんですけど、どうやって決まった、まだ当時アルカリストレートしか知らなかったから、まあ、アルカリストレートの低反感なんだろうというところからとにかく徹底的に勉強して、実際この髪質このパーセンテージでストレートしたらこうだ、じゃあ次の髪質